市内を走る、寸ン線三島市中心部日本一長い歩行用、吊り橋三島スカイウォーク、三島市中心部周辺の空中写真。1988年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。三島市は、静岡県東部にある市。 伊豆半島の北端部に位置し、かつて、伊豆国の国府が置かれた。考古学の研究では、約2900年前に、富士山の東の斜面が崩壊して、御殿場付近へ堆積した岩屑なだれの堆積物は、洪水のたびに土石流となって、足高山と箱根山との間の谷に運ばれ、三島溶岩流を追って南へ、緩やかに傾斜した大地の三島線上地を作ったと、 される。そのため、東市の大地は南へ緩やかに傾斜した洗浄地となっている。一方で、東市南部は多型平野で多いお奇跡層で形成されており、東市南部を呼び国道1号を挟む南北地域は液状化現象の危険性があると指摘されている。東市は太平洋側気候に含まれている。一般的な太平洋側の気候は夏は 温暖タウで、冬は、雨が少なく乾燥しやすい。当時は、駿河湾から北東に、やや内陸部に入ったところにあるので、海に面した近隣の地域と比較して、比較差が大きい。夏は、気温が高く、冬は冷え込むなどの内陸性盆地気候の傾向がある。ただし、三島の年間平均気温は、摂氏16.3度で、最低気温の平均が、 霊下になることは、ほとんどない。三島大社。三島市はこの神社の門前町として発展した。歌川広重、東海道五十三次、三島花島周一渡辺友原国太郎、朝日原作、松田吉春長谷川太蔵1961年2月7日、1977年2月6日、 奥田義郎石井茂小池正臣と洋株氏、市、大社長別館市役所所在地は、三島市、北田町4番47号にあるが、一部窓口業務、等が置いてある別館が2箇所、支所が2箇所ある。定員、22人前回の選挙、2019年4月21日、定数に海外三島商工会議所、JA3 等館波三島大通商店街投資は、 首都圏に近いこと、科学繊維、製紙工業に不可欠な良質な水が大量にあること、多型平地での農機具、農薬の需要が高いこと、裾野、御殿場に自動車の生産拠点があることなどから、それらに関連する産業が多い。また、近年は、長泉の県立静岡岩センター研究所を、中核に健康関連産業を集積しようとの構想もある。 投時は、全国的に見て、小規模農家が多い。農業投資は、箱根山麓に位置しているため平野が少ない。稲作よりも畑作が盛んであり、静岡県での根菜類の主要産地でもある。畑地が集中する箱根山盛麓は、火山灰土壌であり、水はけが良好で、土質も柔らかく、削度が深く、雨が降っても固まらない性質を有しているため、 根菜類の栽培に適している。また、南向きの傾斜畑は農作業には厳しいものの、平地よりも太陽光を受けやすいメリットがある。大根干しが冬の風物詩だったが、近年は干し大根の需要が低下した影響であまり見られない。また、連作障害や根菜類の需要低下を受けて、要菜類の栽培も増えてきている。 工業商業放送局中継局日本、大学三島キャンパス順天堂大学三島キャンパス、三島駅空港三島市内に空港はない。以下の二つが主に使用される。中心となる駅、三島駅鉄道路線三島駅南口にバスターミナルがある。路線バス高速道路有料道路国道県道三島、コロッケバレーボール。ありがとうございます。